煙出てたからめっちゃ怖かった。スマホの画面から変な匂いがする。おはようございます、おめちゃんの秘密基地です。お久しぶりです。今日はこれから初めての高速道路に乗って菅生神社に行きたいと思います。東京からなのでちょっと遠いんですけど、350キロくらい、初めての高速で行ってみたいと思います。ではまたインターの近くで。いやー、そろそろ高速道路が近づいてきました。めっちゃ緊張する。高速道路は教習所での高速教習と、なぜか高速に迷い込んでしまった時や、首都圏近くの無料バイパスは経験済みです。これから愛知県尾崎市にある菅生神社へ行く理由ですが、とっても素敵な御朱印帳を入手しに行くためです。私は御朱印集めが大好きです。数日後に友達と御朱印ツアーに行く予定なので、ちょっと遠いんですが買いに行きたいと思います。サービスエリアの小型車の入り口が分からなくて、入ったとこすぐ出たりして、ここで3カ所目です。完全に凍るまで冷凍庫で3日かかるという最強の保冷剤が完璧な状態で売っていました。牛タン串手に入れました。段のある畑ってなんでこんなに美しいんでしょうか。棚田百選巡るのも夢の一つです。岡崎に着きました。菅生神社とその隣にある岡崎城に行く予定です。菅生神社は昔から続く岡崎最古の神社です。そして徳川家康にゆかりのある神社でもあります。今ちょうど家康の大河やってますよね。どうやら家康ブームが来ているようで、めちゃめちゃ助かりました。歴史好きなのでめちゃめちゃラッキーでした。無事に一目惚れの御朱印帳をゲットできました。雨が降っているのでお城は明日行くことにしました。道の駅藤川宿は開駅してから11年経ってます。駐車場は正面駐車場102台、第2駐車場84台止められます。24時間のミニストップがありまして、名鉄藤川駅徒歩1分です。無料の Wi-Fi スポットもありました。と
イレは多目的トイレもありました。清潔感があってとっても綺麗なトイレでした。お昼寝モードちょっと紹介します。まずね、ちょっとかなり隙間が空いてるし、これ100均のカーテンでかなりね隙間が空いてるんですけど、これでも外から見たら全然見えないようになってるので、あれも100均のサンシェードです。でね、あそこがちょっとね見えちゃってるのと、ここもここも、ここに関しては100均のリアゲート用のやつ。ここはね、もう段ボールで、手持ちの段ボールとマックの袋でトイレに行ってお昼寝します。岡崎市のゆるキャラでしょうか。ナインティナインの岡村さんがちょっと入ってるような気がしなくもないですね。赤味噌系は絶対いただきたいと思います。はい、今買い物とかから戻ってきて10時28分です。1日間お昼寝しようと思います。こんな感じ見えるかな。みんなおやすみなさい。おはようございます。今時刻が7時10分ですね。で、そこにあるコンビニにいたりしたんですけども、窓の隙間がやっぱりちょっと明かりが漏れてたりとか、そういうのが心配かなと思ったんで、一応この養生テープをコンビニで買ってきました。コンビニで養生テープ買ったがめっちゃ高いっていう。で、作戦としては私の車の下にはビリビリの銀マットがあります。もうダメになって捨てなきゃいけないんですけど、もったいないから捨てないで木の上に引いて使っていたという銀マットがあります。これを窓に貼り付けて明かりを防ぐっていう、もう短時間でパパパパパッと終わらせたいと思います。じゃーん、貼っていきます。ここつけていきます。この銀マットマジ熱い、すごい暖房効果。いや、これちょっと思ったんですけど、カーテンと銀マットの自分逆だったね。じゃあちょっと今日ここでご飯を作れるように準備します。ちなみに今21度です、車内の温度。え、もっと熱く感じる。今日の買った食材を出したいと思います。座ってるこのちょうど下に冷蔵庫があるので、ドンキの冷蔵庫です。パカッと開けられます。じゃあビール分かりました。私ビールがめっちゃ好きで、お酒もビールしか飲まないんですけど、ビール糖なんですけど、ビールを2つ地酒みたいなものがあったらすぐ買っちゃうので、三つ星なんとかっていうのを買ってみました。どっち飲もうかな、どっちにしようかな。何が違うんだこれ、色だけ、もしかしたら違うの色だけかもしれないじゃあ赤が可愛いんで赤から飲みます。はい、じゃあこの三ツ星ベイゼン清浄社が製田金シャチビール株式会社さんってことですね。ちょっとこれをいただこうかなと思います。いただきます。あ、美味しい、不思議な味がしますねはい、じゃあ今日買ったものを紹介します。今日はね、道の駅でとりあえずね半額のものは抑えてきました。
マグロの刺身358円の半額です。おつまみに、まあ、健康のことも考えてひじき、あとやっぱ名物のもののおつまみを食べたいなということで伊達焼きです。こんなん絶対美味しいでしょ。見て、丸屋八丁の赤だし味噌、絶対美味しいですよ。楽しみ。この伊達焼きをどうするかなんですけども、今日はお家からチャコッタカレンを買ったのが1ヶ月ぐらい前なんですけども、毎日使ってます。家でちょこっと何かを焼いたりするのでほんと最適。本当は車中泊用に買ったんですけど、今日初めて車中泊で使います。これね、みんなが使っているこのアルミタレ、100均のアルミタレ。いや、これここにしないどうしたらいいの。あー、これオンオフが大変だな。めんどくさいのか。家ならスイッチ切り替えのオンオフでできるんですけど、このチョコッタカレンっていうのがコンセント挿したら電源がオンになっちゃう仕様なんですね、この子。なので、そっか、それ失敗したな。今いろいろ失敗が気づきました。この電源なんですけど、これ今冷蔵庫の電源、普段こっちから取ってるんですけど、今日はこっちからにしてたんですよ。走行充電してたん でちょっと今から切り替えるのが、まあ変な言い方をしてしまうとめんどくさいということで、52どうぞの氷ももらったんで、これ抜いてチョコッタカレンに切り替えたいと思います。このチョコッタカレンにこれね、コンセント挿します。まあ氷が入ってるし、21度なんでちょっとでも大丈夫だと思います。まあ、73% ですね、今。261アトムを使う。やばい。もう、もう10時いってますよ。これすごいとこがもうすぐあったかくなってきちゃったんで、この土手焼き。これね。つけてきます。温めます。これ温めてる間にマグロいただきます。醤油差しを持ってきてもらいます。醤油差し、うわ、なんか飛んだ。お分かりいただけただろうか。マグロですね。わさびね。じゃ、マグロちょっと一ついただきたいと思います。ああ、片手でやってるんで。いただきまーす。うん。うんうん。こっちの方が、いい感じですね。うわぁ。おー、美味しそう。土手鍋を一ついただきたいと思います。うんま。めっちゃうまい。美味しい。めっちゃ美味しいです、これ。ちなみに土手焼きここまで温めたら 65% です。食べてきます。マグロ美味しい。すみません。あ、なんかそういえば水で薄めるとか書いてあって。でも全然美味しいですね、このままでも。このビールもめっちゃ美味しいし。岡崎最高。車内で調理っていうのが初めてなんで、どんな感じなのかなと思ったんですけど、結構いけますね。あ、もうちょっと設備を整えたら、カーテンとかそういう目隠しとかかなり良くなりますね。ひじきあるんですよね。あ、美味しそう。次はこの 0.5% のビール、ちょっと初めて飲んでみようかなと思います。この2本なら朝までには消化するでしょう。あ、
ウィンナーの味する。コンビニでチーズとピリ辛のおつまみ買ってきました。ごちそうさまでした。片付け。おはようございます。朝は気温が低いですね。お腹が空いたので朝食の確保に行きたいと思います。前の道路は交通量がとても多くてですね、夜中もそこそこ交通量がありました。めっちゃ結露してますね。大型車も普通車もいっぱい止まってました。この道の駅は女一人でも全然怖くなかったです。こちらが購入した御朱印帳です。こちらも買いました。次はいつ来れるか分からずだったので2冊大人買いしちゃいました。御朱印集めが楽しみで仕方ないです。いただいた御朱印もめちゃめちゃ素敵でした。ちょっとこう光沢があるんですよね。こちらは岡崎城の御城印です。雨だったので御城印だけいただきました。続きました。じゃあこれから向かいます。高蔵寺は家康公が幼い頃学問を学んだところで有名ですが、このお寺には新選組の局長近藤勇の首塚があります。新選組大好きなので手を合わせに来ました。すごい偶然で本当岡崎来てよかったです。大樹寺は家康公が戦で敗れた後に自害しようとして住職に引き止められて再起したという有名なお寺です。その時に住職から受けた教えが、汚れた世を正し太平の世を目指す、その教えを手書きでいただけます。はい、今帰ってきました。なかなか分かりづらくて、大樹寺御朱印いただくのに手間取ってしまって、中で法要みたいなのをやっていて、ちょっと入っていいのかどうか分からない気持ち雰囲気だったんで、なんか時間がかかってしまったんですけど、御朱印をいただいたので、最後雨降ってない岡崎城行って帰ろうかな思います。
お城へ向かいます。こちらはお堀ですね。上には岡崎城がありました。お城ってほんとかっこいいですよね。ほんと住みたいです。こちらは若い時のヤング家康さんです。隣に座ったら出世するそうです。ジェントル家康さんです。これ段ボールでできてるのすごいですよね。めっちゃパフェ食べたい。無料の休憩所で一休みしてます。無料なのに空いてるし本当ありがたかったです。私が訪れたこの時期はちょうど岡崎城と家康館が改修工事中で入れませんでした。今帰ってきました。めっちゃ楽しかった。やっぱお城巡りは癒されるし楽しかったけど、でも今度は100名城のスタンプっていうのを私も集めようかなと思って、またいつか来ようと思います。私まだすごいお腹空いてるから帰る前にご飯食べたいなって思ってるんですけど、プラスめちゃめちゃ今眠くて昼寝もしたい1時間ぐらいお昼寝したらご飯食べて帰ろうかな。お昼寝後にエンジンをかけて出発しようとしたところ、車内から焦げ臭い匂いがしました。煙出てたからめっちゃ怖かった。やばくないですか。まだちょっと暑いからね、これここから煙が出てたんですよ。焦げ臭と思ったらちょっとここから煙が出てて、最初スマホが臭くてスマホの画面から変な匂いがすると思ってずっと嗅いでたら、下の FF トランスミッターのところから匂いがしたので、引っこ抜いてみたら煙が出ていました。あ、プラグも使いません。はい、しばらくね、いろいろ検索して調べてみたんですけど、シガーソケットのヒューズが壊れちゃった可能性があるってことで、ヒューズを取り替えれば治るかもしれないということだったので、今日は暗いので作業は晴れてる日中にして次回ヒューズを取り替えるということでやってみたいと思います。ちょっと今日は怖いのでシガーソケットには何も刺さずにこのまま帰りたいと思います。ということで、とりあえずご飯を食べに行きます。味噌煮込みうどんを食べに来ました。こちら9時閉店で営業中と書いてあるんですけども、車が少なくてちょっとドキドキしました。味噌煮込みうどんを食べに来ましたが、元祖釜揚げうどんめっちゃ気になります。
の時間ラストオーダーとなってまいりますが、追加でご注文はございませんが。大丈夫です。はい、失礼します。ラストオーダー結構ギリギリでした。危なかったです。こちら八丁味噌のおつゆがめちゃめちゃ美味しいんですが、うどんにコシがあって本当美味しかったです。本当美味しかった。いや、めっちゃ美味しかったです。じゃあこれから高速に乗って帰りたいと思います。初めての一人車中泊でしたが、日頃の行いのせいで何から何まで最高の旅でした。ただやり残したことがたくさんあるので、またそう遠くない日に行きたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方どうぞよろしくお願いします。